かわいい。かわいい。やっと手に入れました。平成コギャルシリーズ。発売してすぐにですね、こちらのヘアクリップと、こちらのマスコット、それから選んでガラケーフォトホルダーを購入予定だったんですけど、こちらとこちら、私ともオンラインにあったんですけど、フォトホルダーのみ店舗限定だったんですね。なのでデデは、じゃあまとめて店舗で買おうと思いまして、発売してから10日、20日は経ってないかな、サンリオショップにお邪魔したんですよ。なんですが、考えが甘すぎました。12件回ったんですけど、もうね、このね、ヘアクリップ、キティさんのがないの。キティさんだけがないの。すごくないですか。ちょっとね、キティラとしては誇らしいんですけど、ゆゆしき問題だと。いやー、本当にあの時、発売したての時オンラインで買っておけばよかったなーと後悔していたわけですね。あ、ちなみに選んでガラケーフォトホルダーも全滅です。んで、サンリオショップは全滅でして、どうしようってなってる時に思いついたのが、ドン・キホーテ。ドン・キホーテのサンリオコーナーにならあるんじゃね、ワンチャン感じまして、ドン・キホーテ歌舞伎町店さんに行ったらですね、ラス1でした。そしてマスコットもラス1でした。以上、選んでガラケーフォトホルダーは手に入らなかったんですけど、無事こちらの2つはね、手に入れることができましたという報告でした。いやー、平成コギャルシリーズ、これもっともっと出してほしいんですけど、すごい可愛い。キティさんのこのハイビのヘアクリップ、公式のお写真ではかなり赤寄りだったと思うんですけど、実際に見てみると濃いピンクで、ほんとね、デデ得でした。サンリオさん、ありがとうございます。この動画いいね、デデよかったねと言ってくださる方は、チャンネル登録、グッドボタン、またコメントもよろしくお願いいたします。 Twitter やインスタもやっておりますので、ぜひぜひフォローしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは平成コギャルシリーズ買えましたか？皆さんの推しはどなたですか？バイバーイ。